ウエクサ人一スクラップブックは、小文社で刊行された、ウエクサ人一エッセイ集、JJ 大全集と銘打たれていた。全40巻別巻1で1976年から1980年に、3期に、分け刊行。ジャズ、映画、小説、ファッション、雑学など様々なジャンルの評論やエッセイで構成されている。ウエクサの没後、次第に、絶版書目が増え、 20世紀が終わる前後には高値の古書地がつくようになった。中途から黒録月報には著者自身のコラージュと手書きの文字で書かれた植草人一日記が掲載されたが古書では月報欠落しているものも多く完全には揃えるのが困難だった。2003年にはこの日記だけを修正した植草人一コラージュ日記が刊行されている。復刻版は 2004年9月より月に3冊ずつ、観光開始、2005年10月に完結した。いい映画を見に行こう、小文社。1976、真相版2004.9。核、イカ略、ヒッチコック万歳。1976、2004.10。僕の大好きな俳優たち1977、2005.2。 ハリウッドのことを話そう1976-2004.11サスペンス映画の研究1977-2005.3僕の読書法 1976-2004.9JJ おじさんの地よ人よ物語1976-2004.12江戸川乱歩と私1976-2004.12ポーノグラフィー島月1977 2005.1JJ 誌の男子戦火19772004.11カトマンズで LSD を一服19762004.10モダンジャズの楽しみ19762004.9バードと彼の仲間たち19762004.11僕たちにはミンガスが必要なんだ19762005.1 マイルスとコルトレインの日々19772004.10映画はどんどん新しくなってゆく19772005.5アメリカ小説を読んでみよう19772005.4クライムクラブへようこそ19782005.5僕の東京案内19772005.1ハーレムの黒人たち1978 2005.5ニューロックの真実の世界1978 2005.2僕の好きな外国の漫画家たち1978 2005.3コーヒーいっぱいのジャズ1978 2004.12ファンキージャズの勉強1977 2005.6ジャズの10月革命1977 2005.4 ジャズは海を渡る1978-2005.7シネマディクト J の映画散歩イタリアイギリス編1978-2005.7シネマディクト J の映画散歩アメリカ編1978-2005.4シネマディクト J の映画散歩フランス編1978-2005.7シネマディクト J の誕生1979-2005.9 探偵小説の楽しみ1979-2005.9小説は電車で読もう1979-2005.6僕のニューヨーク案内1978-2005.2アンクル J の雑学百科1980-2005.8ジャズファンの手帳 1979-2005.3JJ 氏のディスコグラフィー1978-2005.6 フリージャズの勉強1979-2005.8ジャズマガジンを読みながら1980-2005.9ウエクサ人一日記1980-2005.8ウエクサ人一時伝1979-2005.10ありがとうございます。